オバマペイインンティングス芸術家のロブ・プルイットさんですオバマ大統領が選挙に勝ったとき、このエネルギーを注ぐ場所が必要だって思いました。これまで通りの生活に戻るなんて無理です。なので、任期中は毎日1枚、オバマ大統領の絵を描くことを自分に課そうと思ったんです、絵日記みたいに。大統領が運転している様子が捉えられるのはとても珍しいことです。 この絵日記がどんなものになるだろうと考え始めた時自分の出身地のワシントン DC を考え始めました歴代大統領の記念碑がたくさんあるところですこれはいい作品です愛国的なアメリカの色赤、白、青を使おうって考えましたそれを石のように表現しようとこの抑制されたアメリカ国旗の表現はそうやって思いつきました 確か半分くらい進んだところで夜中にパニックで目覚めたことがありましたもはや100%色彩に惚れ込んでなかったんですけれどもすでに4年間このパレットに描き続けた後でしたでも今は色がまた好きになりましたあの時は単に一瞬考えにとらわれてしまったんだと思います 常に一つの作品と捉えてきました全部で2922枚の絵ですオバマ大統領の任務の記録でありつつそれを芸術的に解釈したものでもあります毎日同じサイズと同じ画法で描きますクリスマス休暇中にハワイでかき氷を食べている姿だろうが医療保険制度改革法などに署名している姿だろうが 私のプロジェクトの中ではすべて同じ重要さで扱います大統領の任期全体を記念するものを作りたかったからなので1月20日に目を向けると私にとって他の多くのアメリカ人同様とても辛く強い感情を抱く日になると思いますオバマ大統領はとても明確なビジョンを持った指導者ですからそれに別れを告げるのはたやすいことじゃないでしょう